どうも、吉本プラモデル部、チャーリーです。早速ですが、こちらですね。575オンラインにてえ作るのを決めてもらいました。ガンタック。こちらを作っていきたいと思います。では、中身を紹介していきたいと思います。こちら、まず、デカールと頭部パーツとか、あの、胸の赤いパーツとか。 赤と白のパーツですね。下のタンク部分の、えー、青い部分のパーツです。砲台部分のパーツに、ガンタンクの、えー、内部を、こちら、形成する、パーツですね。コアファイターのパーツに、えー、黄色い部分のパーツなんですが、これ、えー、いろんな人の方が入ってますね。もうこれ、これ一発で誰だかわかりますね。この、ずんぐりした体型。そうですね。出コ功ですね。嘘です。リュウさんです。そして開けてびっくりですよ。 このパーツです。はい、こちら。ガンタンクのキャタピラー部分のパーツです。こいつはなかなか苦戦しそうですね。いや、でも、やっていきたいと思います。まあ、箱絵を見たんですけど、この箱絵、これなかなかデザインいいですね。あの、ここがいいんですよ、ここ。このガンキャノン。このガンキャノン、これ耐性地に手がついてるんですよ。ガンダムのオープニングの撃てよー、撃てよー、撃てよーの時の ガンキャノンのポーズしてるんですね。すみません。今回主役はこちらガンタンクでしたね。ね。ガンタンク。タンクということで。そうですね。戦車ですね。ということで。えー、こちらですね。はい。こちら。模、OK、型戦車道の T シャツを着て、ガンタンク作りたいと思います。パンツォー 4! はい、こちら。コアファイターをまず作りました。ねこちら、色はあれなんですね。<laughs> ガンタンクが結構暗めな赤と青をしてるんですけど、ゴーファイターはガンダムに近くてちょっと明るめの色をしてるんですね。次はこちら、砲台部分、上半身ですね。結構これだけでも大きくて重さがあるんで、いい出来してますね。で、ガンタンクにはこちらが入ってたんですね。LED の発光イニットですね。じゃあつけまーす。ポチッと。うわうわ、これ。 緑色に光っちゃうんですね。こう緑色に光ると、ガンダム WO の GN ドライブに使えそうですね。で、これ実際に、えー、LED にと頭につけてみました。スイッチオンします。せーの。あ、あ、こう、ここの部分しか光らないですね。 まあ、このくらい抑えめの方がいいんですかね。こちら、えー、まず下半身の方を完成させました。足があるガンプラしか作ったことないんで、こちょっとこういう下半身がキャタピラー状のもの、タンク状ですね。タンク状のものを作ってて、ちょっと結構未知の体験でしたね。さあ、ついに、えー、僕が恐れていた部分、離体と、えー、天輪のを作りたいと思います。天輪は戦車に比べて、こちら。 え、かける5なんで、まあ、全然楽ですね。ですが、こちら、え、理体が、えー、これですね。このパーツ、え、かける38。片側だけでかける38なんで、単純計算でかける2で、はい。えー、へ <laughs> 76個も作んなきゃいけないんですよね。まあ、こちら。 サクサクやっていきたいと思います。理体を作るにあたって、えー、もう一度こちらを見ていただきたいと思います。どうですかこの、圧倒的、暴力的数。これ、<laughs> 2個あるって思うと、ええー、ちょっと大変ですね。ちょっと大変ですね、竜さん。え竜さん竜さん竜さんはい、こちら。えー、体の方、2つ作りました。 では早速こちらを、ガンタンクに、つけていきたいと思います。まずこちら片側だけ、つけてみました。こちらつけたんですけども、説明書のこの部分ですね。ここ。こう見ると、若干たるんでるんですよね。たるみを出すために、こちらですね。一1個、遺体を増やして、39個で作りました。1個増やしてこう、下の部分が結構、だるんだるんになっちゃいますね。それでは、お待たせしました。 こちら、ガンタンクを合体させたいと思います。まずは、こちら、コアファイターを変形させます。この形に変形させますね。そして、こちらですね、各パーツにドッキングさせます。はい、こちら、ガンタンクの完成です。結構作りやすく、まあ、ちょっとキャタピラーの、えぇ、ー、利体は難しいんですけど、まあ比較的作りやすく、でそして、まああの、結構重たいんで、作り方もあって重たいんで、なかなかいいキットですね。 実はこのガンタンク、こちらですね。あの、はい。コアファイターがなくても、一応、この携帯を保つことができます。まあ、あれですね。あの、救急戦隊555のグランドライナーみたいなこともできちゃいます。せっかくなんで、こちらガンタンクを塗装したいと思います。はい、結構大雑把ですが、こんな風に組み立てた状態でサフを吹きました。こうすることによって、 今、見えてる面がどこなのか分かりやすくなると思います。それでは、こちらのパーツを一度分解して、また塗装したいと思います。はいガンタンクの方、塗装をいたしましたガンタンクを決める回のコメント欄にて、ガルパン仕様に作ってくださいというコメントをいただいたので、そちらの方で作らせていただきました。いろんな戦車がある中、ガルパン仕様は、 こちらで作りました。全体がピンク色の、はい、うさぎさんチーム仕様で作りました。こちらがうさぎさんチーム仕様に塗装したガンタンクです。えー、こちら、ゴーグルの部分なんですが、えー、通常ガンタンクは水色なんですが、うさぎさんチームのマークのうさぎさんは目が赤色だったんで、クリアレッドで塗装いたしました。 うさぎさんチーム仕様のガンタンクを作る際に、まあ、僕はプラモデル作る際に、その作品のえ主題歌とかを歌っちゃったりするんですが、今回、えトベガンダムやえ愛戦士ではなくて、まあ、ガルパンの曲でもないんですね。ちょっとあのー、劇帝国歌劇団の方を歌っちゃってましたね。わかりますかねなんか、こはかとなく桜大戦艦がすごいんですよ。MG ガンタンク。 なかなかの両キットだったんで、ぜひとも皆さん作ってみてはいかがでしょうか以上吉本プラモデル部、チャーリーでした